皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日は葉付きパインの切り方をご紹介したいと思います。最近スーパーでも葉付きパイン結構お値打ちに売ってますよね。葉付きパインってどうやって切ったらいいのかわからなくて、なかなか手が出ないっていう方も多いと思いますので、今日は包丁1本でできるパイナップルの簡単な切り方をご紹介したいと思います。まずはじめにこの葉っぱと実をひねって外します。よいしょ。ぐるっとこちらの手は奥に、こちらの手は手前に、まあ、利き手がありますのでやりやすい方向で大丈夫です。ぐるっとやると簡単に取れます。包丁を使わなくてもひねるだけで葉っぱが取れます。これコロッとやるととても気持ちいいのでね、何回もやってみたくなってしまいます。はい、そしたら一旦まずちょっと洗ってきます。はい、パイナップル洗ってきました。そうしましたら4等分に切ります。すごい綺麗ですね。で今度もう一度葉っぱのついていた方から切っていただくと包丁が入りやすいです。で切りましたら先に一番下と上の部分を切り落とします。であとここに少し芯が残っておりますので、芯の部分を縦にして切り落とします。あんまり少なくてもちょっと芯が残ってしまいますし、あんまり厚く切ってしまうと食べるところが少なくなってしまいますので、ほどほどの、さじ加減でお願いします。で次半分に切ります。でそうしましたら今度は実と皮を外します。実と皮のギリギリのところをね、こうやって切って、おー、危ねー切ります。で、まあ、ちょっと後ろにね、汚い部分が残っていたら切っていただけ取っていただければいいかなと思います。であとはトントントンと切っていただければ完成です。こんな感じですね。もう一口サイズに切っていただければ簡単にできるかと思います。で盛り付けるときに少し皮があった方が見栄えがするので、皮の上にちょっとこうやって乗せていただくのも可愛いかなと思います。こんな感じで乗せていただくのも可愛いと思います。でそれからですね、スティックパインを作りたい場合ですね、スティックパインを作りたい時には、まあ、先ほどと一緒でこう切っていくんですけども、手を切らないように注意をしながら、ちょっと前後によいしょよいしょよいしょで最後こういう感じで切っていただくといいです。でこういうようなのが100均に売ってますので、買ってきておいて切ったパインにこう差し込んでいただければスティックパインの完成です。あっという間にできますね。はい、ということで今日は包丁1本でできる葉付きパインの簡単な切り方をご紹介をしました。とても簡単にできますのでぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。